サンセバスティアン包囲戦は、ナポレオン戦争において、1813年7月7日から9月8日まで、アーサー・ウェルズリー率いるイギリスとポルトガルの連合軍が、スペイン北部のサンセバスティアンを包囲して、ルイエマニュエルレイ率いる中流軍を降伏させた、戦闘。同志は略奪の後炎上して壊滅した。1813年6月21日のビトリアの戦いで、 決定的に勝利した後、ウェリントン軍は、ピレネー山脈の西へ進軍して、山道を占拠、また、自軍の再編成に、フランスへ戻った、スールト元帥にも対処する必要があった。背後を固めることとスペインから、フランス軍をすべて追い出すためには、パンプローナとサンセバスティアンの占領が必要だった。両方同時に攻撃する軍を持っていないため、ウェリントンは、パンプローナを封鎖して、 サンセバスティアンを包囲した。パンプロナの封鎖は時間がかかったが、木内の食料が底をついたことで、フランス軍は1813年10月31日に降伏した。7月1日時点では、フランスの中流軍は3170人いた。要塞では大砲が76ものあった。包囲遂行のために、サートマスグラハム中将には9000人が与えられ、 大砲は40門であった。ハビエル・サダによると、連合軍は多くが金儲けしようとしており、戦闘における唯一の動機は戦利品であった。連合軍は3900人のイギリス人と4600人のポルトガル人であった。当時、サンセバスティアンの人口は9104人であり、保守的とされたギプスコア地方の中ではリベラル寄りであった。同志は、 北のフランスとガス購入及び南のスペインの影響を受けていた。また住民はバスク人が大半であった。ナポレオンがフランス皇帝に即位した後、彼の兄、ジョセフ・ボナパルトは1808年にスペインを補正一世として即位した。多くの文献でフランスよりとされたフランシスコ・アモロースは、その後同士の最高行政官に任命された。 新しい市政府は住民に歓迎されなかったが、それでも1813年まで平和が続き、フランス軍は受け入れられていた。この危ういバランスは1813年6月、ビトリアの戦いで負けたフランス軍が、ルイエマニュエルレイに引き入られて入場した時に破られた。サンセバスティアンは、ビスケー湾にある半島に位置していた。 城塞の南側は大きな確保とその上にある大砲で守られていた。ウィリアム・デントはこれは私が見てきた要塞の中でジブラルタルを除いて一番強いものだと書いた。東側ではウルメア側の入りがあった。イギリス工兵は市の南東部に弱点を見つけた。干潮時は市の東と南から溶かして襲撃することができた。大砲は 東部の先丘と南部に置くことができ、大砲に対する反撃は川で阻まれてしまうのであった。イギリス海軍はビスケーワン封鎖の艦隊が力不足のため期待できなかった。このためフランスの補給船はたびたび援軍を連れてやってきて、負傷や病気の兵士を連れて行くことができた。したがって、ウェリントンは兵糧攻めに期待できず、城壁に突破口を作って、 襲撃で落城させるしかなかった。サンセバスティアン包位戦の版画第一の目的は、各歩の南の高台にある女子修道院の占領であった。砲台2機の建築は7月11日、修道院から200ヤード離れたところで始まり、13日夜に完成した。17日までの砲撃で、修道院は廃墟と化し、難なく占領された。7月13日、 今度は、川の東側にある売屋さんと砂丘で、砲台3基の建築が始まり、それぞれが残豪でつなげられた。そして砲撃が始まり、23日までに城壁に3つの突破口が開いた。占領された修道院は改装されて北からの攻撃を防ぎ、城壁と市街地に向けて砲台が築かれた。20日から21日にかけて半島を横断して、 確保への道の半分を通る溝が掘られ、そこで確保まで続く排水溝が見つけられた。このため排水溝の終わりのところを爆破する計画が立てられた。7月25日の黎明、攻撃が実行に移された。計画では爆破の後、爆破で作られる突破口と城壁の突破口2カ所から襲撃する予定だったが、爆弾が未明のうちに爆発してしまい、 陸軍は予定通り攻撃したが砲兵は明かりがなかったため援護射撃ができなかった。確保が襲撃されたが後続部隊の到着が遅れ、先方が撃退された。城壁の突破口を襲撃する部隊は300ヤード離れたところから砲撃されながら突破口に着いたものの、ここでも後続部隊の遅れに足を引っ張られ、襲撃部隊は大損害を出して撃退された。 イギリス軍は死傷者693人、捕虜316人を出し、決死隊を率いたハリー・ジョーンズも負傷した。例の駐留軍は死者58、負傷258だった。襲撃が失敗に終わると、包囲は再興された。弾薬の補給が不足しており、しかも同じ日にスールトが攻撃を仕掛けてきた。このため、 補給船の到着まで包囲を延期することとなり、グラハムには大砲を船に移動させる命令が下された。包囲中止の間、中流軍は、ソーティを数回派遣して200人のポルトガル兵士を捕虜にした。イギリスによる包囲の地図、スールトン撃退した後もウェリントンは、援軍と弾薬の補給がイギリスから到着するまで待った。 8月15日、令和新しく徴兵された兵士を封鎖を逃れた補給船から受け取ったが、それでも2700人の軍隊と300人の負傷者しかいなかった。8月19日、イギリスからの補給が到着、さらに公兵が増派されたため、23日には攻撃の再開の準備が整い、26日には63門の大砲が準備された。 同じ日から砲撃した南の大砲15門と東の大砲48門は塔を破壊して城壁に多くの穴を開いた。8月27日、200人の兵士がビスケー湾から西へ出港、短期間の戦闘を経て小さな島であったサンタクララ島を占領して砲台6門を設置、そこから砲撃した。フランス軍は西側が険しすぎて襲撃ができないと考えたため、 狼狽した。城壁の東側にある一番大きい穴は500フィート近くあり、しかもその両側の塔はすでに破壊されていた。南では、大号が確保の下の傾斜まで掘られた。サンセバスティアン包囲戦で、決死隊を率いるコリン・キャンベル、ウィリアム・バーンズ・ウォーレン攻撃は、艦長の時に行われなければならなかったため8月31日11時に予定された。 イギリス軍は爆弾をもう一つ爆発させて、城壁の一部を崩して、クレーターを作り、このため、第五師団が南から攻撃した時、兵士たちは無傷で、残豪から突破口までの180ヤードを走って、行ったが、その後は、フランス軍の猛烈な砲火にさらされた。第五師団は、瓦礫が散乱していた突破口で突撃し続けたが、どれも一撃で撃退された。 フランス軍は遮断壁を立てて、イギリス軍が侵入するのを防いだ。数百人のイギリス軍が戦死した。グラハムは、第1、第4師団と、軽気兵士団から志願者を750人募ったが、それでも、フランスの守備を撃破できなかった。ポルトガル軍の一個旅団は、ウルメア側をとか、東から攻撃したが、それも失敗した。結局、2時間続いた襲撃は、 大失敗であった。生存者はうつ伏せになって、焼きつくような砲火を避けた。砲兵隊の指揮官、アレクサンダー・ディクソンと相談した後、グラハムは遮断壁の近くにいるイギリス兵士を無視して壁に砲撃するよう命じた。イギリスの大砲がその頭越しに攻撃した時、生還者の多くがパニックに陥ったが、いざ硝煙が消えて、辺りが見えるようになると砲撃が 壁の大半を破壊したのを見つけた。彼らは、おたけびと共に突撃して突破口を突き進んで死に、流れ込んだ。防御船が破られたのを見ると、フランス軍は、ウルグル山の要塞へ撤退したが、正午までに連合軍は死を占領した。後の調査によると、砲撃が600から800ヤード離れたところから20分間、続いたにもかかわらず、連合軍の兵士はすべて無傷であった。 一方の守備軍は城壁に準備されたグレネードが爆発したこともあって無傷で済んだ兵士はほとんどいなかった。700人のフランス軍がすでに炎上していた死で捕虜になった。イギリス出版の本で描かれた例と中流軍の降伏例と残りの中流軍は9月5日まで持ちこたえたが結局交渉を要求して8日に正式に降伏した。守備の強さに敬意を表して 中流軍は軍機、武器の保持を許され、ドラムの声が響く、中栄誉のある撤退をした。城内に入ると、連合軍は店に、ブランデーとワイン、そして、馬を、たくさん見つけ、軍の多くがボートと化した。酔っていて、おびただしい損害を出していたことに立腹していた、兵隊は、暴れて回り、略奪して死に火を放った。住民も多く殺戮したが、その人数は、 不明や仙人など資料によって違う。一部のイギリス軍人は略奪を止めようとしたが、無視されたかよった兵士に脅された。また、多くが見ないふりをし、さらに略奪に参加した者もいた。生還者の一人であったガブリエル・セレスは、連合軍が残虐の極みであった。彼らは住民を殺害したり怪我を負わせたりして、女性の大半を強姦したと述べた。目撃者によると、 火事はその夜に、いくつかの家で始まったという。現地人のドミンゴでエチャベは、イギリス兵士の言葉、あの家が燃えているのを見たか、気をつけて、明日は全部がこうなる、を覚えていたという。市は7日間燃え続け、火が消える頃には600の家、視聴者など建物の大半が消失していた。火事の後、市議会や生還者たちは、スビエタ地区で会議を開催して、 死の再建を議決した。前の市議会がフランスに協力していたため、新しい市議会議員が任命され、ウェリントンに向けて戦勝を祝う手紙を送った。手紙では救済金の支払いも求めたが、ウェリントンは拒絶して、返信で二度と手紙を送らないよう要求した。彼は略奪の責任はフランスにあるとして、11月2日にレサカでイギリス軍は、 火事の責任を負わないと返答した。11月、市議会は、イギリス軍とポルトガル軍による残虐行為についての人民裁判を行ったが、二人の女性が渡されたアンケートに答えただけだった。この惨劇は毎年8月31日のキャンドル、ビジルで記念されている。例の中流軍千百七十人をび後に、徴兵された兵士のうち百五十人が、 戦死670人が8月31日に、捕虜、さらに2860人が投降した。投降者のうち480人が病気か負傷していた。グラハム軍は戦死負傷と失踪者の合計が3770人だった。最後の襲撃で867人が死亡、1416人が負傷、44人が失踪した。第五師団を率いた。 ジェームズ・リース少将は負傷、トレス・ベドラス戦を作り上げたサー・リーチャード・フレッチャーは、心臓を打ち抜かれて死亡した。サンセバスティアンを救うには遅すぎたと知らなかった。スールトは8月31日に、最後の攻撃をして、サンマルシャルの戦いで撃退された。サンセバスティアンを占領したことで、ウェリントンは次に、スールトをフランスへ押し戻すことを考えた。 次の戦闘である10月7日のビダソア側の戦いと11月のニベルの戦いでは連合軍が両方とも勝利、パンプロナのフランス中流軍も10月31日に降伏した。ありがとうございます。